電子レンジの中にスマホを置いてるのかなジ君、翔君が自分の肩に手を置いたのを感じて、自ら騎士君の肩に手を置きに行ってる。毎日可愛い三人に会えて幸せすぎる。毎晩22時。私にとってそれは、日々の喧騒から解放され、心を解き放つ特別な時間。スマホの画面に浮かび上がるのは、三人の輝く笑顔。 ナンバーアンダーライン愛、平野翔くん、神宮寺ゆうたくん、岸ゆうたくん。彼らの姿は、まるで疲れた心を癒す魔法の薬。毎日欠かさずアップされる動画は、私の日常に欠かせないものとなっている。今日の動画はいつもと少し様子が違った。三人はなんと、電子レンジの中に、 ブローユアーカバーの軽快なリズムに合わせて歌い踊る姿は斬新すぎて思わず笑みがこぼれる。電子レンジの中にスマホを置いて撮影したのだろうか彼らの奇想天外な発想にはいつも驚かされる。毎日22時シリーズはいつまで続くのかなファンの間では様々な憶測が飛び交う。でも私にとって一番大切なのは 彼らが毎日笑顔を見せてくれること。この幸せな時間が永遠に続けばいいのに。コメント欄は彼らの笑顔に心を奪われたファンたちの熱気で溢れ返っている。レンジオーブンの中から。それにしても翔くんってどうしていつもいつもあんなにも楽しそうに笑うの彼らの魅力はその笑顔だけにとどまらない。 動画をよく見ると、人君が翔君の方に手を置いたのを感じて、自然と騎士君の方にも手を回している。誰も一人にならないよう、さりげなく周りを見ている姿に、彼らの強い絆を感じる。ナンバーアンダーライン愛は、まさに三人で一つなのだ。あたしオーブンの中にいるの人生で初めてだよ。三人で、うんうん。って焼き加減確認してくれてるの 小ファンたちは、電子レンジという非日常的な空間に入り込んだような感覚を楽しんでいる。中には、これは焼き上がりを待ちきれず何度もオーブンの扉を開けて確認しちゃうスイーツ男子三人衆を見つめる。私、チョコレートブラウニーの目線。そんなに何度も見られたら、原形止められないほどデロッデロに溶けちゃうよっと、ユーモラスな表現で彼らの魅力を語るファンも、 彼らの動画は、ただ楽しいだけでなく、ファンとの温かいつながりを生み出す。一体何パターンのモアチョコレート取ってくれたんだろうスパーク。たくさんチョコレートもらって、幸せだいロジロ、一生こうしててくれナンバーアンダーライン愛。ファンたちは、彼らの創意工夫とファンサービス精神に感謝の気持ちでいっぱいだ。電子レンジという斬新な舞台設定は、ファンに新鮮な驚きと喜びを与えた。 もう終始可愛い。なんでそんなに可愛いのスパーク。てかレンジから見たナンバーアンダーライン愛。誰が思いつくの彼らの挑戦は、私たちにいつも新しい発見と感動を与えてくれる。彼らの笑顔は、私たちにとってまさに、元気の源。岸平の超絶可愛い笑顔。そして、神君の大人な感じの微笑み。 それぞれの魅力がぎゅっと詰まったナンバーアンダーライン愛の動画は何度見ても飽きることがない。毎晩22時の待ち合わせ嬉しいありがとう。どこをスクショしても完璧なお顔の3人可愛すぎる。もう絶対に離れないでね。ファンたちは彼らの動画を通してまるで友人と語り合っているかのような親近感を覚える。レンジ内からってこういう風に見えるのね。 こんな可愛いかっこいい将君んに覗かれるなら、し電子レンジになりたいとさえ思うわら、電子レンジというユニークな視点を通して、彼らの新たな一面を発見できたような気がする。ようちゃん今日も来たね。最高に可愛い。それにしても、なんで電子レンジようちゃんも CM 見れたんだね。私も見れた4ション上がる。彼らの動画は、私たちファンにとって、日常の小さな喜び。 疲れた心を癒し、明日への活力を与えてくれる。彼らの笑顔を見ていると、自然と笑顔になり、心が温かくなる。ナンバーアンダーライン愛の挑戦は、私たちに多くの感動と喜びを与えてくれる。彼らの創造性とファンへの愛情は、私たちを強く引きつける。彼らの未来が、これからも光り輝き続けることを心から願っている。 でも、一つだけ気になることがある。この斬新な企画は、一体誰が思いついたんだろう彼らの頭の中はどうなっているんだろうもしかしたら、私たちには想像もつかないような、もっとすごいサプライズが待っているのかもしれない。その姿は、私たちに、自分たちも何かできるんじゃないか、という勇気を与えてくれる。 日常に潜む小さな喜びを見つけ出すこと、自分自身の創造性を発揮すること。ナンバーアンダーライン愛は私たちにそんな可能性を気づかせてくれる存在と言えるだろう。彼らの動画は単なるエンターテインメントを超えた社会的な意義を持っていると言えるだろう。彼らは新しいエンターテインメントの形を提示することで私たちに多くの示唆を与えてくれる。 それは、アイドルとファンの関係、エンターテイメントの未来、そして、私たち自身の日常における創造性。ナンバーアンダーライン愛の挑戦は、これからも私たちをワクワクさせてくれるに違いない。そして、彼らの活動は、これからのエンターテイメント、そして私たちの日常に、大きな影響を与えていくことになるだろう。ブローユアーカバー、 それは単なる一曲の歌ではない。それは新しい時代の幕開けを告げる希望に満ちたファンファーレだ。希望に満ちたファンファーレは、しかし、同時に一末の不安も感じさせる。ナンバーアンダーライン愛の動画が象徴する、親密さとエンターテイメント性の高いアイドル像は、ファンとの距離を縮め、多くの喜びを生み出す一方で、 新たな問題を生む可能性もはらんでいる。また、エンターテイメント性の追求は、時に過激な表現や、刺激的な演出に傾倒する危険性もある。視聴者の目を引くため、過度に刺激的な内容に走ってしまえば、本来のメッセージが伝わらなくなるばかりか、社会的な批判を受ける可能性もあるだろう。ナンバーアンダーライン愛の挑戦は、 これらの問題点を克服し、新しいアイドル像を確立していく上で重要な試金石となるだろう。彼らの行動は、これからのアイドル、そしてファンにとって重要な指標となるに違いない。しかし、問題点はそれだけではない。ナンバーアンダーラインアイの動画に見られる日常的な風景を舞台にした演出は、視聴者側に、 ある種の模倣を生み出す可能性も秘めている。彼らの動画は私たちに多くの喜びと感動を与えてくれる。しかし、同時に私たちは視聴者としての責任も自覚しなければならない。彼らの挑戦を正しく理解し、適切な距離感を持って楽しむことが、ナンバーアンダーライン愛、そしてファン、ひいてはエンターテイメント業界全体にとって、 健全な発展につながるのではないだろうか。